ラップは柔らかいフラットブレッドで具を巻いた食品。フラットブレッドとしては小麦粉のトルティーヤ、ラバッシュ、ピタが一般に用いられる。具には通常スライスしたハムやソーセージ、鶏肉、魚が使われ、その他にレタスや細かく切ったトマトもしくはピコデガヨ、バカモレ、マッシュルームソテー、ベーコン、グリルオニオン、チーズも加えられる。ソースはランチドレッシングや ハニーマスタードなどである、ラップを作成している様子。メキシコ、地中海、南アジアの人々は1900年代頃から、もしくはそれ以前からラップを食べていた。メキシコ人は、ブリトーと呼んでいた。材料には、様々なバリエーションがあり、小麦粉もしくはトウモロコシ粉で作った薄焼きパンで肉、豆、米チーズなどの具を包んでいた。 西洋風のラップはおそらくカリフォルニアにおいてメキシコ料理とテクスメクス料理のブリトーが一般化する形で発生し1990年代に広まった。ラップの発明と命名は1980年代の初めに南カリフォルニアのアイラブジューシーというチェーンが行った可能性がある。ニューヨークのオーボビストロは1990年にキングエドワードという名で ラップサンドイッチを提供し始めた。ボビー・バレンタインがコネチカット州スタンフォードで経営しているスポーツギャラリーカフェが同時期にラップを作り出したという説もあるが、バレンタイン自身はそれほど強く主張していない。それは伝説や風文というものでしょう。でも、誰かに反論されたりもっともらしい話が出てこない。限り、私がラップを発明したと言っておきましょう。 バレンタインの店ではパンが切れた時にベスドランというウェイトレスが初めてラップを作ったとされている。バレンタインの証言ではラップの名を使い始めたのは1990年代半ばだというがカリフォルニアでの記録はそれより早い。全米にラップを普及させたのはサンフランシスコを拠点とするチェーンワールドラップスだとされている。 同チェーンは1995年2月に1号店を開店させた。ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港で売られているベジーラップ。インド、コルカタのカティロール。ケバブをパラウターで包んだカティロールは1900年代にインドのコルカタでストリートフードとして普及した。長年にわたって様々なバリエーションが生まれたが、現在はすべてカティロールと呼ばれている。 米国では、カミーユーズサイドウォークカフェ、ソニック、ドライブイン、ジェイソンズデリ、バッファローワイルドウィングズ、サブウェイ、チックフィレイ、ローリーポーリー、マカリスターズデリのような飲食店がラップを提供している。KFC は、フライドチキンを、レタス、マヨネーズ、サルサと巻いたラップをメニューに載せている。マクドナルドには、フライカグリルした、鶏肉、レタス、チェダーチーズ、 ランチドレッシングを使ったスナックラップがある。スモーキーボーンズバーベキューグリルはグリルのメニューにポルトベルチキンラップを加えている。ありがとうございます。